こちらに勤務している今3年目になります。3年目です。はい、おかげで、まあ、もともと、まあ、教員志望ではあったんですけれども、うん、私立の、まあ、学校、まあ、できれば力のあるよう学校で、まあ、剣道の指導をしたいなと思っていたところ、ご縁があって北口先生の方からこちらの学校で、はい、もうある程度剣道部指導して、はい、っていうのはもうあの理想として、そうですね、はい、行く文化っていうのはもう全国には出てましたね。じゃあそうですね、はい、私の代がそれこそ仙台のインターハイの時が初の出場だったのかなと思うんですけど、はい、そういう時に出たんです。はい、そうです。ご自身のご出身といいますか、はい、元々どちらか。もともとはあの九州の宮崎県出身 で、宮崎市、まあ、高町高校に進学して、はい、大学は国学院大学。高校大学の主な戦績なんてもお伺いしてよろしいですかね。まあ、私は本当大した選手じゃなかったんですけれども、うん、まあ、高校時代には玉龍旗で、はい、2位、でインターハイで、まあ、本当に優勝させていただきました。うん、はい、あれは玉龍旗の2位も あれですね、決して大本命というわけではなくて、たまたまの印象深いですけど、はい、そういうイメージです。そうですね、本当冬の段階で、結果がやっぱり出なくて、まあ、苦しい状況ではあったんですけれども、うん、まあ、玉龍旗で2位という結果を残して、うん、まあ、そこで勢いづいてかっていう、はい、そのままインターハイで、はい、本当チームの周りのメンバーに恵まれて本当優勝させてもらいました。すごい結果ですね。いや、大学っていうのは国学院時代、まあ、戦績はないんですけれども、うん、まあ、コロナ禍明けの大学の最後の大会も私が大将で出て、うん、大予選で敗れてしまってと、 あまり結果としてはいい思い出はないんですけれども、まあ、高校時代の経験も踏まえて、はい、それを子どもたちに教えたいなっていう、はい、思いで、はい、今こちら育文館、中学高校ってあるんですかね。はい、まあ、実際自分が勤めるようになって指導を与えるようになって、はい、どんな剣道部っていうなんかイメージ教えてください。そうですね、本当に素直な、子が多いなっていう印象で、分からないことがあれば、我々スタッフに聞いて、来ることもそうですし、我々が伝えたことをとりあえずはやってみるっていうような素直な子が多いので、はい、指導していてもそのやりがいというものは日々感じることができてます、はい、若い成績のある先生が、はいはい、なかなか他の学校にはない環境かなと思います。そうですね、はい、そこはどうですか、まあ、一選手として高校時代に過ごしてきた中で、うん、こういう環境なかなか私たち外部から見ると魅力的かなと、はい、そうですね、まあ本当に一見魅力的にも見えますが、はい、やっぱりそれぞれ、うん、まあ、剣道スタイルというものも、違うので、はい、その中でやっぱり子どもたちには、まあ、一つ我々指導陣の中でも統一させているものはあるんですけれども、そこからまた個別に自分に合う指導というものを自分たち探すっていうことを意識させるようにはしてます。1から10まで4人もいるので迷いが生じる時があると思うんですけれども、私がこう生徒の立場であったら、この先生はこう言ったけどこの先生はこう言った、何が正しいんだろうっていう中で、やっぱりこう先ほども言ったんですけど、素直なのでやりながら、自分たちでこう教えていただいたものをやりながらこう探していくっていう、やっぱりきっかけの一つにしてもらえたらなっていうことで、やはり指導者側がそういう意識があるのとないのとではちょっと違いますね、はい、今シーズンは東京都、はい、インターハイ予選団体個人優勝、はい、非常に素晴らしい結果で、そこに関しては小沢先生はどう感じですか。やはり目標としているものは、まあ、どこの学校さんもそうだと思うんですけれども、全国制覇なんですけど、そのためにはやっぱりこう全国大会に出場し続けるっていうことがまず第一段階として一番重要なのかなって思いますので、まあ、この今年の結果に満足することなく、本当1年1年を勝負の年だと考えて、また出場し続けるようなチームといいますか、学校というものを目指して、はい、頑張りたいと思います、はい、まあ剣道界では、はい、育文館中学と、はい、名前も売れてきたかな、まあ、ちょっとどんな学校なんだろう気になるなという、まあ、少年少女なんかに向けてですね、こういう学校だよというアピールポイントがあればぜひ、まあ、やっぱり剣道は一番もう楽しんで、うん、もう好きな、子たちが集まっていますし、はい、我々も、まあ、厳しさの中に、うん、まあ、
年齢的にも若いので本当に生徒と共に一生懸命切磋琢磨しながら日々考えて、一緒になって喜んだり、悲しんだり本当に毎日毎日本当に喜怒哀楽に満ち溢れているような学校なのでぜひ、まあ、希望の一つに、まあ、選んでくれたらなと思います、はい、ありがとうございました。